はい、パツシバです。アートベニカです。はい、今日はですね2024年の7月の31日水曜日、夜の今10時ぐらいなんですけど、北千住で開催されている、パッペというイベント、ペッカムというねおしゃれでしょ、おしゃれなカフェで、僕イベントやってるんですけど、まあ毎月の最終水曜日か、やってます。まあ歌、踊り、ラップ、朗読、まあ、いろんなこうアーティストが集まって、発信し合い刺激し合いみたいな、でそれを見てお客様は楽しむみたいな、まあ結構あの緩いイベントなんですけど、まあ、やってまして、それに、今回4回目になります。何回目、3回目の出演、あ、2回目です。2回目の出演、はい、2回目の出演になる、アートベニカさんです。よろしくお願いします。お願いします。2回ですか。はい、あれ3回ぐらい出てる気がしたんだけど。いや、2回なんですよ。2回か。あの1回、あのあれ、PMC かな。あ、PMC キムはソロで出てるか。じゃあ純粋に2回。純粋に2回です。前回、そっか、前回の3の時に出た。はい、そうです、そうです。3の時にあのね、あのコンテンポラリー、モダンダンスかな、まあ、見せてくれて、はい、で今回もだもんね。なんかあれですよ、あの見るたびになんか腕が上がってる。あ、うん、嬉しい言葉です。ごめんなさい、上からね。いやすみません。でもね、あの表情とかもすごい良くて、なんかいろいろとやっぱりなんか自信がついてきたのか、表現になんかこう強さみたいなものを見ていて感じて、うん、すごく良かった。嬉しい。どうでした今日はやってて。今日はなんかもう会場のお客さんと楽しめたっていうことが一番嬉しくて、うん、なんかあんなに盛り上がるって私思ってなかったので。いやいやいや、盛り上がるよ。なんかね、みんなにこうアピールしてって、はい、アピールというかね、そのなんていうの、その自分の世界にこうね、どんどん自分の芝居のその作品の中にこう入れていくっていう、はい、引っ張るっていうのがねすごく良かったし、みんななんか盛り上がったね、はい、楽しい作品でした。あ、ありがとうございます。またね、ぜひ出てほしいんですけど、はい、ね、あのほらおはじきアートとかで、あの長谷川明ちゃんと一緒に舞台やったりとか、あとはあの即興のね、はい、あのインプロの方々とやっていたりとか、うん、でもちろんパーツチャンネルだったりとか、まあ、あの PMC も今大忙しだね。もう毎週末毎週末いっぱい予定が、ね、いやいやいや、もういいですよ。忙しいぐらいでね、はい、でもあのあまり無理をせず、はい、あの負担にならないように楽しくやってください。はい、ありがとうございます。あのこれからの目標が最後一言、目標というか何かあったらどうぞ、はい、いや、もう楽しいベニカの世界を一人でも多くの人に知ってもらえるように頑張ります。頑張ります。というわけで、ゲストはアートベニカさんでした。じゃあね。